よっと。ってあれ、お姉様と昨夜がいない。うん、今回は最後の小石ちゃんの物語なんだけど、なんでどっちともいないの。私メリーさん。あん、今あなたの。なんか声が。後ろにいるの。うわぁ。ちょっと、反応遅すぎだよ、フランさん。てことで、いつもどこにいるかわからない私、小石だよ。なんでこんなところにいるの。そりゃもちろん私の物語だからね。まあ確かにそうなんだけどさ。っていうか、いきなり後ろに立って驚かせないでよ。どう？怖かった、怖かった。怖かったっていうか驚いただけだよ。それじゃあ早速やっていこうよ。でもまだお姉様と昨夜が。お姉様、昨夜、誰それ知らない。もうやっちゃうよ。あ、ちょっと。もしもし。いつでもどこでもあなたの後ろ、小石だよ。また勝手に。楽しみだね。全然こっちの話聞いてない。どうやら小石ちゃんが高魔館に来てるみたいだね。なんで？なんでって私に聞かれても。そういえばお姉ちゃんって。お姉ちゃんはお姉ちゃんだよ。はあ、なんだそれ。っていうか、なんでいきなりゆっくり霊夢と。何これ、ゆっくりって言うの。っていうことは、まだゆっくり霊夢が高魔館にいる時ってこと。何言ってるの。あ、ごめんごめん、こっちの話。それと誤解してるようだから言うけど、私じゃなくてお姉様が勝ってるだけだから。へえ、そうなんだ。そういえば、なんで私に気づけたんだろうね。普通気づけないものなの。そういうものなの。へぇ。それ吠えてるっていうの。って吠えてるでしょ。それにしても奇妙な鳴き声だね。どうしてみんなこれを名前と思うんだろう。しかしこれが高魔館の中で見つかったっていうことは、何か問題でもあるの、フランちゃん。まあ、その多分、今から発生するわ。何それ。そういえばメイリン、いや門番はどうしたの。門番なんていたかな。まあ、いてもいなくても私はスーッと入ってきたよ。そう。何やってるのよ、あなたたち。うわ、出てきた。二重の意味で出てきた。これ誰、初対面で、これ、なんて失礼ね。っていうか、これやっぱりお姉様のゆっくりだったんだ。確かに、私のこと見えてるの、わかってるの。何言ってるのこの子。うん、普通ありえないことなんだけどね。ま、そんなことどうでもいいから、さっさとそれ置いて、帰ってちょうだい。なになに、これはもう私のものだよ。それでももしまだあなたのものっていうのなら力ずくできてよ。へえ、そう、ならそうさせてもらうわ。やっぱりめんどくさいことになった。準備運動ってところだね。私を舐めるのも大概にしておきなさいよ。私と戦ってくれるのは誰かな。この赤い月の下で踊りましょう。運気が進まないけど、第一絶対開始。やるぞ、ほっと。最初にダメージを与えたのは小石ちゃん。やるわよ、あれれ、これにこれは。倒れる前に出してた弾幕がお姉様に向かっていた。まだまだ行くよ、封じしてくるのは。厄介ね。お姉様またもダウン。このまま終わりそうだね。あらに当てないでしょ。あ、本当に終わりそうだ。今の攻撃でお姉様の体力半分に。フラン、あなた喜んでない。全然。なんか撃ってきそう。小石ちゃんのこれ何。なんだろうね、あなた弾幕出してられるみたいね。でも時間経過で消えるみたい。消えるのに。いや、私絶好調。お姉様の体力ピンクゲージに。もう終わるってこと。多分もうすぐ終わるね。勝手に終わらそうとしてるんじゃないわよ。うっふん、そりゃ。あ、入った。なんなのよこいつ。第一セット小石ちゃんの勝ちだね。何よこれ、そんなの認めないわ。それじゃあ第二セット開始。フラン、なんか乗ってきてない。楽しくなってきたね。別に、でもあっちは乗ってきてるみたい。それじゃないね、そんなのわからないわ。これを見て小石ちゃんが前に。早くまで来たよ。本能、自動の解放。ハートの弾幕だ。これもこっちに向かってきて。あ、消えました。小石ちゃんがどんどん弾幕を放っていくね。うっとうしいわね。それなら、少々弾幕からないわ。なんか上に向けて撃ったみたいだけど。上、当たったね。上からいきなり降ってくる弾幕か。厄介ね。お姉様体力もう半分ないよ。いつの間に。それじゃあ行くよ。ここで小石ちゃんの、何これ。こっちに近づいてきて。あ、痛い、こいつ。近づいただけでかなり削ったね。長いことは下がらないか。下がるよ。なくなっちゃった。近接攻撃が虚しく空を切る。ここよ、チャンス。あ、避けられた。スペルカードを使った後は。やべえ、これでしまったね。小石ちゃんの近接攻撃結構アグレッシブだね。私が負けた。もっともっと本能を抜き出してやり合いましょう。それじゃあ、さっき言った通りゆっくりはもらっていくよ。まさか負けるなんて。これはもう仕方ないね。新聞運動だったかな。それじゃあゆっくりはもらっていくね。っていうか、こんなものがどっちとも欲しいの。こんなものっていうな、かわいいでしょ。いやいや、変よこれ。かわいいでしょ。はあ、まったくわかんない。なんだこのお姉様、ま、過保護なの。別に食べたいなら食べさせればいいのに。ダメよダメ、後で大変なことになっても知らないわよ。まあいいわ、私は帰る。あれ、帰るの。疲れたし、それじゃあね、帰っちゃったね。珍しくすんなり引き下がったね。あれ、妹様と、どちら様ですか。今日はなんでこんなに気づかれるんだろう。ちょっと何を言っているのかわかりませんが、
まあまあ咲夜、私の友達だよ。そうそう、妹様の。どうやら小石ちゃんじゃなくて、さっきからゆっくりがいるからバレてるんじゃない？なるほど、この子のせいか。というかそのゆっくりは確かお嬢様のだったはずぜ。これはね、さっき勝利したからもらったんだよ。お嬢様に、まさか。しかしそれを聞いてしまっては黙って見過ごすわけにはいきませんね。またまた厄介なことになった。今日は楽しいことがいっぱいあるね。私と戦ってくれるのは誰かな。さあ、お相手させていただきます。でも昨夜より強いお姉様に勝ったんだから、これって昨夜負けるんじゃないの？それでも黙ってるわけにはいきません。なんだか面白いね。全く面白くないわ。時よ、今一体どこから飛んできたんだろう。なんとか昨夜がやり返していく。こいつのお返しだよ。こんな使い込んで、しかも上から行ったのに。昨夜の体力がピンクゲージに。あ、だったね。そんな。このままじゃ、お嬢様に怒られちゃうじゃない。それじゃあ第2セット開始。下に降りる時は今日だよ。決まった。一発で今3分の1持っていったね。よいしょ、あらまや、また運。一体いつ落ちてくるんだろうね。その前に何しよう。一体どっちともダメージ食らったけど、深刻なのは昨夜の方だね。それじゃあ俺が決めるよ。こっちに全て向かって。あ、終わった。そんなまたまた私の勝ち。もしもし、私のこと気づいてる？これで何も文句はないよね。く、仕方ありませんね。すいません、お嬢様。結構ぐさっていくね。そしてやっぱり小石ちゃんはゆっくりがいるから見えてるみたい。じゃあこれで人気者だね。いや、人気者かどうかは知らないけど。なんか食べてるけど。大丈夫大丈夫、気にしない。それ冗談じゃなくて本当に言うんだけどね。やめてくださいよ妹様。はあ、まあいいや。相変わらずゆっくりに当たりが強いね。まあ私はここら辺で。あれ、昨夜も帰っちゃうの？まあまだ仕事もありますので。それではいなくなっちゃったね。で、なんで大図書館に来てるの？なんとなく。あ、パチュリーだ。パチュリーって今出てきたのがそうよ。いきなり盗みに来たって言われちゃったよ。まあここはいろいろあるからね。本なんてどうでもいいのに。何をしに来たって、適当に歩いてたらここに来ただけだよ。怪奇生物体だって小石ちゃん。ゆっくりのこと言ってるのかな。まあそうだろうね。ねえ、もう帰った方がいいんじゃない？さっき本はどうでもいいって言ったけど、もらっていくよ。なんで？なんとなく。そればっかり。まあちゃんと勝つから安心してて。そういうことを言ってるんじゃない？でももう始まっちゃった。はあ。私と戦ってくれるのは誰かな？また懲りずに。まったく。それじゃあ第1セット開始。始めからごらん。パチュリーが突っ込んできたところに小石ちゃんの弾幕が、さらに近接攻撃がきっちり入る。あれ？なんか攻撃してくる？まあそれには気をつけた方がいいよ。あとその日の攻撃は追尾してくるよ。なんか私と似てる攻撃があるね。確かに、小石ちゃんの攻撃が飛んでるパチュリーを直撃。撃ち落としたよ。さらに容赦なく追撃の弾幕。まだまだ一回だよ。パチュリーの体力いつの間にか半分以下に。いや、それどころかピンクゲージに突入。全然反撃したことないね。あ、どっちとも同じような攻撃を。私の方が強いよ。どっちとも避けたね。先に降りたのは私だよ。やった。しかし最後の一発が入っていない。これで決まったと思ったのにな。最後の一発がなかなか当たんないね。それを当てれば私の勝ちだよ。無数の弾幕がパチュリーに襲いかかる。そして第1セット終了。楽々だよ。まったくひどい。それじゃあ第2セット開始。表彰頼むや。先に仕掛けたのは小石ちゃん。パチュリーは何回どうしてるだけ。一斉に弾幕がパチュリーに向かって。上に飛んでも無駄だよ。向こうからこっちに近づいて。それはラッキーだね。何やりたいのに、それでパチュリーが弾かれた。完全に私が勝ってるよ。でもあんまりダメージ与えられてないよ。あれ、確かに。いや、もっと簡単なものだね。ハート型の弾幕でダウンさせたところに、さらに数字の弾幕が。これでちょうど半分くらいだね。パチュリーは本からの弾幕でゴリ押し気味。そんなの当たってもあんまり痛くないよ。ゆっくり下に降りてきたね。これで、次は、小石ちゃんのグラングリーンオブガーデン。はい、一気にピンクゲージまで持っていったね。まだまだ、無駄じゃねえよ。起き上がったところにさらに近接攻撃。これで、また気持ちがなかった。まあでも残りの体力はほとんどないけどね。弾幕当てれば倒れる体力してるよ。それじゃあ早く当たって。いやいや、必死でパチュリーはかわすよ。でもこれで終わりだよ。最後は降りてきたところに近接攻撃。今はもらうよ。ま、
今日はここで終わりかな。そうなの。じゃあ帰る。さようなら。消えるの発車。まあいいや、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくね。それじゃあバイバイ。